そして限界に近づく、それはオーバードライブだ。わかるかおめえら。わかってんだおめえ。オーバードライブ、それはこの世のエツラクト史上だ。てめえらにも味わわせてやるよ。伊沢ら、覚悟しろよ。オーバードライブ。Yeah.